こんにちは。今日は、スタンド付き LED ハンドライト13灯搭載の紹介をさせていただきます。こちらの13灯搭載ハンディライトは、このように、砲弾型の LED が13灯搭載されております。こちらは赤色 LED 620から630ナノメートルの波長の赤色 LED が13灯搭載されています。側面にこのように可変式のスタンドがついていますので、立てて下を照らしたり、このように上を照らしたりすることができます。点灯方法は、このグリップ部のプッシュ式スイッチをカチッと押すと点灯、再度押すと消灯です。使用電源は単1アルカル電池4本です。こちらは青色 LED が13灯搭載されています。操作性、使用電池等は全く一緒です。460から470ナノメートルの波長の青色 LED が搭載されています。砲弾型 LED なので、このようにとても広い範囲を照らすことができます。